信じられないくらい明るい天体クエーサーをご存知でしょうか。明るいといってもどれくらい。観測された中で最も明るいクエーサーのその明るさはなんと太陽の500兆倍以上と言われています。しかし幸か不幸か、地球からは肉眼ではほとんど見えないそうです。なぜならクエーサーは発見当時明るすぎて太陽系と同じ天の川銀河にある恒星だと思われていたのですが、観測してみるとどうも様子がおかしい。クエーサーはとっても遠いのにとってもとっても明るいから、そこら辺の恒星並みに光って見える天体だったのです。具体的には地球から最も近いクエーサーは8億光年くらい離れています。その明るさの正体は遠くの銀河の中心部に存在する巨大ブラックホールが周囲の天体や物質を引き寄せ、高温に加熱しながら猛烈なエネルギーをジェット状に放射することで生じる光と言われています。このジェットは数千光年先まで伸びることもあるそうです。ちなみにウルトラマンで有名になったブレイザー、直接的な関係は分かりませんが、クエーサーの一種にブレイザーというものがあり、これはクエーサーから噴射されるジェットが地球をまっすぐ向き真正面から観測されたものです。明るすぎ天体クエーサー、地球の近くにいなくてよかった。